昨日ですね、昨日作ったものなんですけど、裏にその宇高国道フェリーの、船乗り場があったんですけど、ちょっとそこにね、元々のフェリー乗り場、錆びてフェンスとかも下にねして、はい、皆さんおはようございます。というわけでね、今回宇野に来ました。2日前ぐらいにフェリーが取りやめるということで、決まったみたいです。それが、まあ、今年の12月に入って、営業を、ね、停止する形になったんで、で今回フェリー乗り場とかその場所をねちょっと見ていきたいなと思います。やってきました。小豆島に行く乗り場と四国の、高松に行くのがあるんですけど、おそらくこちらがまだね健在だと思うんですよ。芸術祭とかそういうのがあるんで、おそらくその瀬戸橋にを渡って行くような高松に行く便に限っては、廃止になると思います。宇野港からは豊島や直島、小豆島に行ける便がありますが、今回なくなるのは、宇野港から香川県高松港まで行く直行便の、フェリーが休止となります。これですね、高松のこう、こういうね紙を、係の人にもらいました。はい、11月11日昨日ですね、昨日作ったものなんですけど、60年余り瀬戸橋ができちゃって、どうしてもねその運賃とか通行料とかそういうので、瀬戸橋の方が、とても安いということで客足が遠のきということですよね。はい、12月16日月曜日に、中止することになったということです。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、ちょっとね離れたところに来たんですけど、昔ねこの裏にその宇高国道フェリーの船乗り場があったんですけど、ちょっとそこにね、これからちょっと行ってみようかなと思います。もうね移転してから10年以上は経ってると思います。はい、行きました、ね、遊歩道になってますけど、あんまりねここに遊歩道がある理由っていうのも、おそらくこの船に乗るための場所なのかな、道というか。これは、なんだこれ、旭橋。はい、こちらがね旭橋となっております。昔のね、フェリー乗り場に行く際に通ってた、通るべき橋です。やってきました。で方が元々のフェリー乗り場。変わりになりますね。昔はここだったという
こういう感じですね。おそらく遠くから見ても、間違ってこっちに来ないように白く塗ってます。っていう感じですかね。結構ね、僕も昔結構これで香川に行けた思い出があるんで、懐かしいです、ね。フリーでここから行くと、40分か50分かぐらいで、高松港にね着くんで。すごいですね、この廃屋感というか、この年季が感じて。錆びてフェンスとかも下にね落ちてる感じですね。結構相当長いですよね、あの感じというか、コンクリートみたいな。怖っ。関係者がたちつつし、これが放置自転車かな感じですね。ルノ運輸局とかありますね。お疲れ様でした。というわけで、今日はね、宇野港にやってきましたが、やっぱりね見てると長い歴史をね感じるなと思います。はい、というわけで、60年、まあ、その国道フェリーが60年ぐらい、創業してたそうですけど、まあ元々ここにね港があって、高松まで行くのが、行く便があったのが100年ぐらいとか聞いてますけど、まあ本当に相当ね長い期間で、ね、この岡山でね、岡山と高松で愛されてきた、港町というのなのかなと思います。まあ引き続きね、直島とか、そういうね瀬戸内芸術祭で、反映していくかなと思います。はい、というわけで今日はねこれで終わろうかなと思います。ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。